皆さんこんにちは、下町ぶっ飛び TV です。本日は東京都葛飾区荒川河川敷にやってきました。今日のゲストはこいつだ、ミスターストームこと増田ストーム、ストーム増田ダーマさんです。はい、ダーマさん、今日は、荒川河川敷、はい、葛飾区ですね。はい、四つ木です、最寄り駅。こちらで安ついてっていいですか、取っていきたいと思いますので、ダーマさん、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。なんとね、今パッと見たら上下裸この1月の寒空の下裸で過ごすというすごい。さあ、間もなく登場だ。これはもともとテントをベースに作られたお家なのか。形がね、ちゃんとロープでね、飛ばないようにこのように木とこのようにお家がロープでつながる。はい、どうも。今上下裸でしたけど寒くないんですか。テントで日が当たると暖かいんですよ、中が。でも風邪ひかないですか。いや、日が当てる出ない時は寒いけど、はい、日が当たると暖かいんですよ。今だってこれ上下裸でしたもんね。今自分たち、あの、やさついてっていいですかって言って、このようにホームレスの方のちょっとお家を見せていただきたいということで、動画を撮らせてもらってるんですけど。高橋じゃあ高橋さん、高橋さん、どうもこんにちは。高橋さん、このお宅は、これテントがベースで作られたお家なんですか。これいつからここにこのお家建てたんですか。10年ぐらい。じゃあ10年このテントで、はい。初め私と会った時に高橋さん上下、あ、高橋さん、それタバコ火ついてないですね。あ、ありますよ。ああ、どうぞどうぞ。高橋さん、私と初め目が合った時、上下裸でしたが、いつもそのスタイルなんですか。いや、違います。今日もまた、いや、いつもは、はい、布団かぶって、はい、それで新聞読んでる。ええ。今日は日当たってて暖かいかな。と言っても今日1月ですからね。1月上下裸でいたんで、私びっくりしちゃいましたよ。高橋さん、ここ10年これに住んでるって言ってますけど、これ10年間全然台風とかそういうの全然大丈夫ですか、雨風。いやいや、やられてますよ。ああ、じゃあいろんな修羅場をくぐり抜けてきたお家なんですね、これ。そうです。一番最初は普通のテントで、はい、前ここに住んでる人が出るから、はい、よかったら住まないかって言われて、そうです。じゃあ2代目ですね、ここは。その人はどのぐらいいたか分かんないけど、はい、その頃はその道路の下でいたんですよ。雨降ると濡れるんで、はあはあ、移動されてるの見てたから、はい、この人が出るっていうから、はい、よかったらいいよって。ああ、そうなんですね。10年ぐらい前。じゃあもう10年間ここで。このテントも3枚か4枚ぐらい、はい、あ、このビニールのブルー、台風で全部やられるんですよ。あ、そうですか。水はここまで上がってくるんですか。一回だけ。ここまで来ないですか。この辺まで。あ、じゃあギリギリだったんですね。あれ、3年ぐらい前。じゃあもう家の中から水が見てる感じですか。だから慌てて荷物持って逃げたんです、はい、あ、なるほど。高橋さん、これ玄関はちゃんと人工芝で。いい普通の道路。これは拾ってきたやつを、はい、ただ置いてるだけで、これは靴こっちやるだけ。雨降った後のやつで、はい、これ泥と。これ玄関はこのスペースだけですか。そうです。
まるであの猫の入り口のようなこのスペースから。これも3代目です、最初普通のテントで、はい、こう開くやつチャックでやったんだけど、はい、泥棒入られちゃって、これテント蹴られちゃった。その泥棒には何持ってかれちゃったんですか。泥棒入ってタバコだけです。タバコだけ。物置いてないから。ああ、それで済んだんですね。ああ、じゃあよかった。お金も全部持って出るから。ああ。タバコとあと食べ物ちょっと持って帰る。ああ。ただテントを壊されたのが一番。わあ。それがここに来て3年目ぐらい。ああ。じゃあその日の夜はもう風とかが。入り口のこれが普通は。はい。ちゃんとこうチャックで閉まるんですよ。はい。きちっとこれね。はい。これ全部こう入り口蹴られて。はい。で入られちゃったんです。大胆な犯行で入られたと。こうテントをこう蹴られて、これも蹴られちゃった。うわー、ひどいことしますねこれ。それだけだったらこっちはもうこうチャック閉まるんですよ。ああ、うん、それから苦労したんですよ入り口を。高橋さんすいません、ちょっと中見せてもらっていいですか。いいです。何も撮ったりとかしない。いい、大丈夫。じゃあすいません、ちょっとお邪魔します。で、あ、中は意外と広いんですね。寝るには足伸ばして寝れます。このように奥に布団が敷かれてて、はい、で手前にはこれ絨毯ですね。これただ暖房が敷いてない。暖ボール絨毯。でこのようにこっちは棚になってて、で新聞は取ってるんですか。いえ、あれ集めてるんです。ああ、そうっすね。曜日で2箇所。はい。火曜日があの松江、どっちだっけ。江戸川区の、はい、松江か、はあはあ、あっちが火曜日で、はい、葛飾区が木曜日。そう言って必要なものを集めてきた。ああ、そうなんですね。雑誌と新聞と暇つぶしに、やることない昼間は。そうっすよね。ラジオ聞くか本読むか。たけさん昼間はやることないって言いますと、夜はやることあるんですか。なんか、いや朝方、あ、缶かなんかを拾われてるんですか。さまた、いや、自分は本集めて。高橋さん、もしかしてあれですか、暑がりですか。あ、そうですまあそうですよね。今日上下裸にいましたからね、ここ全開で、エントランス全開でいや、僕びっくりしました、本当に、高橋さん、すいません、ちょっとあの何点かお聞きしたいんですけど、高橋さん、今このようにホームレスされてるんですが、どうしてホームレスになろうと思ったんですか。ホームレスになったのは25年ぐらい。あ、じゃあもう結構ベテランですね。ベテランというか仕方なくね。あ、仕事30ちょっと前ぐらいから、はい、土建のあの販売、はいはい、あれ回ってたんですけど、35ぐらいで、はい、もうやるのがいいなって、それでこういう生活。やっぱり高橋さん、販売っていうのはこう布団代だの飯代だの結構取られるんですよ。で一回仕事に行くといくらぐらいもらえるんですか。大体あの頃で30年前だから、はい、1日9000ぐらいで、はい、そのうち2500円ぐらい取られる。家代とか寮の部屋とあと食事代。じゃあ実質1日6500円とか6000ぐらいの給料で。で月使い行けばいい方ですよ。あ、仕事がそう毎日あるわけではないですか。あの、例えば30人いると、はい、25人ぐらいが仕事行って、あまりは5人は行かないけど、それをこう回されてやるから、あ、20日行けばいい方ですよ。たけしさん、それで半場には何年ぐらいいたんですか。半場には全部で7、8年ぐらいです。ああ、じゃあ1ヶ月の給料日っていうのは毎月月末にもらえたりとかするんですか。日払い、20日間働くと、はい、もらえるんです。ああ、なるほど。20日働かないと1ヶ月経っても入ってくる。うわ、仕事あれば1ヶ月ぐらいでもらえるけど、はい、仕事ない時は週3とか4とかだから。じゃあもしかしたら2ヶ月先に入金が
2ヶ月先とかそういうのも、はい、ああじゃあその間飯はどうなんですか。飯は朝昼晩出る。ああ、それならまだ、だから飯は大丈夫で寝るとこもあるんで、だ週3日働くとちょっと小遣い出るから、はい、4、5と働くと、はい、たまるんですよ。ああ、じゃあいつまでたってもこう出れない状況になっちゃうんですね。たまらないですもんね。週4だとちょっとたまんないですよ。ああ、なるほど。半場っていうのは大体何人ぐらいの人がそこに。いや、その場所によって違います、ね、大きいところだと100人以上いるし。たかしさんがいたところは何人ぐらい生活されてるんですか。自分全部で10ぐらい行ってるからね。10人ぐらい。いや、10箇所。ああ、そうなんですか。半場をずっと回ってるんですか。大体2回か3回、満期って言うんですよ。はい、刑務所と一緒なんですね。20日働くと、はい、満期になって、はい、もう全部払えるんですよ。あ、で次またやるってなると、また20日働く、はい、20日間働くんですよ。ああ、そういうことか。じゃあ1回1回、20日単位で契約というか。20日っていうのは、20日間働いて、それを1ヶ月でやる人もいれば、はい、25日でやる人もいるし、はい、1ヶ月半もかかる人もいる。まあ、じゃあ単純に1日6000と考えるじゃないですか、ええ、で20日出て大体12万円が手元に入るって感じですか。入んない。あ、はそれでも入らないですか。大体、ほら、あの前借りあるんですよ。あ、前借りでタバコさ、その時は酒飲んでたんで、はい、だからタバコ酒で大体1日1500円使うからたまんない。あ、今は酒は全然ですか。10年、ここ来て3、4年ぐらいから飲めなくなっちゃった。あ、体が受け付けない。体が受け付けなっちゃった。あ、今さ酒いっぱい持ってきましたけど飲めないんですよ。あ、全然ダメですか。もうビールもコップ一杯飲んでると体おかしくなっちゃう。痛風とかそういうんですか。なんだろうね、初めてなんですよね。でも20日から、うん、20歳から50ぐらいまで飲んでたんで普通に。アレルギー強い方じゃないけど、普通に1日ビール缶で 2、3本飲んでたんですけど、こう来て3、4年ぐらいの時に急に飲めなくなったんですよね、はい、体が受けたくなっちゃって、はい、でも飲むとなんか具合悪くなっちゃう。体が熱くなって頭痛くなって。でもまあ金もかかりないし健康にもいいから、それで助かったんです。あ、ね、そんなかったら酒で金なくなっちゃうんですよね。ああ、そっかそっか、うん、今は収入はどうされてるんですか。今本とか集めて売ったりしてる。ええー、缶はやらないんですか。缶はやらない。ライバルが多いから缶は。缶は分かんないんですよ。ああ、売り先とかが分からないんですか。いや、自分は仲間いないんで。ああ、向こうの人は全部仲間なんですよね、知り合いっていうか。ああ、だから売るとこも知ってるし、あれなんですよ。言ったらじゃあ、たかしさんはもう一匹狼って感じなんですね。最初の向こう、ここ来る前までは二人でいたんですよ。え、二人で住んでたんですか。二人っていうか、一緒にもう一人いて、はい、そういう人とは15年ぐらい一緒にいたんですよ。最後どうして別々。その人が、あれ、あそこ行ったんです、区役所。あ、保護会かなんかに。ああ、そうなんですか。たかしさん保護会は行こうと思わないですか。行ったんですけど、ダメなんて。え、受からないんですか。通らなかったんですか。 なぜ。向こうの人は自分より10ぐらい年上だったんで、はい、60過ぎてたんですよ。あ、なるほど、年齢がよく詳しく分かんないんですけど、60ちょっとで行ったから、その人は月なんか寮みたいなところに入って、はい、そこで取られても結構なお金もらったんですよ。だから2ヶ月ぐらいの時あったんですよ、はい、10何万持ってたんで。マジですか。急にびっくりして、それで自分も行ったんですけどダメ。じゃあなんかいろいろごちそうになったりとかしたんですか。いや、全然15年のその人、そういう人じゃないんですよ。それまでは本当に何もしない人だったんで。ああ、じゃあ今はもう今頃なんつうんだろう、楽な生活をされてるんですかね。まさに、もう10年以上会ってない。また会いたいとは思わないですか。思わないですね。あ、そうですか。その15年間一緒に住まれてる時、いろいろあったですか。やっぱあったね。
どんなことがありました？やっぱ合わないんだよね。ストレスもじゃあすごかったでしょうね。やっぱり食べ物のこととかで。ここでさ、途中なんだけど、はい、なんていうかな、はっきりはないんですよね。あ、正直に。何を持ってるか分かんないからね。話合わせた。一緒にいるからね、二人。え、それって一つのこういうお家の中に二人で住まれてたんですか？その時はね、鉄道あるですよ。ありますね。次の通り、次の大きな通りの下が高さこのぐらいだったんですよ。そこにあれ段ボールでテント作って、はい、で二人です。きっかけは？その時は4人ぐらいいたんですよ、ね。なぜその人と一緒にじゃあ住もうってなったんですか？きっかけは？その前には、小岩の駅の近くで、はい、偶然会ったんですよ。その人は鉄道スタンドに住んでた。自分はその上の方で暮らしてて、はい、で一緒に行動するようになった。じゃあ一緒に、なんて言うんだろう、仕事も一緒にして。そうですね。で一緒に飯食ったりとかして。飯をその頃はコンビニにもらあれ取りに行ってたんです。ああ、そっか。賞味期限切れたやつをまだその当時ってもらえたんですもんね。もらえたっていうか取りに行ってたんですよ。もう黙って店舗の前に出すんですよ。朝4時ぐらいになると出すんで、それを2人で取りに行ってたんです。それがあるから一緒にいたんですよ。ああ、そうだったんですね。一人でやる勇気がないから、2人だったらできますもんね。2人で1人確認して、あ、見張りをつけて。高橋さん、今本売られてるって言ってましたけど、ええ、本は大体どれぐらい取ってどれぐらいで売れるんですか？キロですか？いや、中身。あの言ったら小説とか。え、そうですね。そういうのを古本屋に売ってるんですか？ええ、ゴミ屋じゃなくて古本屋。ああ、そうなんですか。それで大体1回の仕事でいくらぐらいになるんですか？大してないですね。いい時は1ヶ月で1枚いかないですね。ああ、じゃあしんどいっすね。缶のが全然いいじゃないですか。缶だ、覚えればね、あ、いいんですけどね。今こちらにいるミスター勤こと、はい、増田勤ダーマスさんなんですけど、ね、ダーマスさんは今缶拾いやってるんで、ね、もし何かわからないことあったら、多分無理だと思う。いや、多分あんなの誰でもできるんですよ。ダーマスさんができるぐらいなんで。今自転車はないんですか？マシンは。ない。歩いてこうです。歩いて、じゃあ本集めて。ね、今すみません。だから耐えるできない。ああ、そっか。今すみません、失礼ですけど、今おいくつでしたっけ、高橋さん？今59。59歳。じゃあ来年還暦。いえ、5月誕生日なんで。はい。もうすぐ60。あ、じゃあもうすぐ60歳になるんですね。はい、ああ。え？なんか見た目とかそうなんですけど、高橋さん全然ホームレスの人に見えないんですけど。なんか髪もなんかちゃんと散髪されてて。あれで洗ってるんですよ、公園で。あれ散髪は自分で鏡見ながら。その公園でちょっと回ってもらってもいいですか？自分でやってるから分かる。ほら、全然普通に床屋行ってるような。そう、はい、自分で来てるんですよ。ええー、だからバラバラですよ。いや、すごい綺麗に。よく見ればすぐ分かりますよ。あ、そうですかね。全然分かんないですよね。一瞬なんか俺政治家が出てきたのように見ます。いや本当に自分で全部もうこれやってから初めからずっとやる。床へ行ってないですよ。あ、そうですか。高橋さん風呂にも行ってない。え、じゃあ風呂どれぐらい入ってないんですか？だから30年入ってない。30年。うわ、体洗ってるだけだ、拭いて。ああ、でも拭いてはいるんですよね。公園で。なんかそういう皮膚病とかそういうのはなんないですか、全然。なりますね。冬は体拭くのしんどいんじゃないですか。そうなんですよ。夏はいいんですけどね。ああ。あそこ行って裸で洗えるから。ああ、公園で。朝方早く行ってね。ああ。一人な時に行って洗えるから。今も裸でしたもんね。今日も。だから体拭いてんすよ。ああ。やっぱ日中は。このホームレス生活っていうのはやっぱり暇ですか？暇っていうか、はい、晴れていればね、うん、新聞読んだりするからいいけど、
雨降るともうやることないから、ずっとラジオ聞いてる。雨の日はあれですか、ここは閉まるんですか、ちゃんと夜とか。これ外して、あーあー、なるほど、おしゃれにひまわりで、これでオムレツ。ここはあれですか、このひまわりはこだわりで。いいえ、これももう10枚以上入ってます。台風でやられるから。やっぱアライグマは大丈夫ですか。やられる、やられます、あれ。傷やられてんですよ。どこどここれ、これアライグマでこれガリガリやれてる。ああ、そうな、あ、これ食料、食料ですか。食料じゃなくて、はい、ベッドの殻。ああ、そっかそっか、ゴミを、殻を、弁当の殻を入れてるんですよ、はい。ああ、だからアライグマも分かってて、これを狙ってくるんですね、ピンポイントで。そうそう、こういうのをほら、食べたやつを入れて、一定の量まで行くと、はい、これを詰めて、はい、捨てていくんだけど。ああ、偉いじゃないですか。だってこういうのを、もうぐわー溜めてるホームレスの方もいますよ、ゴミ捨てらんない人とか。だから、だってあれですよ、1ヶ月以下来るんですよ。あ、国土交通省か何かですか。あれ、国土交通省から依頼されて、はい、あれ何だったかな、なんかこのホームレスをタダで止めてくれるとこあるんです、はい。じゃあそこにたまに泊まり行くんですか。いい、泊まりにっていうか、そこ行くと、はい、食べ物とあと服とかなんか用意してくれるとこ、その人が1ヶ月以下来るんですよ。確認しに来るんですよ、生きてるかって。そうそう、あれですか、高橋さん、これは窓になってるんですね。これは本当はもっと綺麗に、はい、風通しです。あ、風が中に通るように。ええ、ここほら雨なってるんですよ。じゃあ夜はちゃんとそれまた閉まるようにできてるんですね。いえいえ、これまんまです。じゃあ寒いんじゃないですか、これ夜。いえ、これ元はもっと良かったんだけど、はい、もうボロボロになるんですよ、10年で。ああ、リフォーム、じゃあそろそろリフォームを考えて。中もほら、ちゃんとこう、住まるようになってたんですけど、はい、だんだん年月でダメになっちゃった。ああ、だからしょうがないから、これでやって。ってことは、この穴は、これはアライグマの仕業ですね。そうそうそう。いや、これ、普通、これやらないで、はい、ただこれでやってたんですよ。はい。これで住まってこうやってたんですけど、はい、これガリガリって中出されちゃうんで。じゃああれですか、何回もやられちゃったんで。じゃあ高橋さんが家の中にいるときにここからガサガサガサって音するんですか。そうそうそう。その時高橋さんはどうしてるんですか。叩くんですよ、パパパパ、うちから。叩いて威嚇して、ええ、でこの窓から高橋さんが見ると、うちからこうパン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 ってやると、はい、一回逃げるんですけど、すぐまた来る。また来ると。だしょうがないんでこれ隠してるんですよ。じゃあこれはアライグマを見るための窓でもあるってことですね。いや、これはただの風通しですなるほど。やっぱりアライグマには悩まされてますか。悩まされましたね。食べ物やられたりとかもありました。食べ物はないですけど、これだけです。来たのだってまだ5年経ってないですよ。誰がですか。アライグマ。あ、そうなんですか。ええ、じゃあここ最近アライグマが増え始めたってことですか。最初の5、6年は、はい、全然来なかったんです。来るのは猫だけです。じゃあ急にアライグマが増え出したんですね。3、4年前に最初1匹だったのが一番多い時で4匹。だいたい朝の4時ぐらいになると、はい、バーッと来るんです。なんかね、向こうにいたホームレスの方も4匹いるって言ってたんですよ。四天王がいるわけですね、じゃあアライグマの。4匹いて、ザーッと4匹つながって走ってくるんですよ。あ、4匹ともに行動されて、で4匹で一斉に襲いかかってくると。襲われないんですけど、周りぐらぐらぐらやってるんです。あ、ぐるぐる、この高橋さんの家の周りをぐる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 と。あ、夏はあれがいるんですよ、カニ。カニを狙ってきてるんですか。そう、あいつら、はい。あ、じゃあそれですよ。春から秋ぐらいまではカニいるんですよ。あっちのお宅の方も、ええ、やっぱり4匹のアライグマが来るって言ってたんで、それがじゃあ噂の四天王ってやつですね、アライグマ。ほら、カニとかこう周りいるでしょ。はい。それを取るためにこれガサガサガサやるんですよ。まあ逆に。でも冬は今来ないですよ。あ、そうですか。ええ、
3ヶ月ぐらい来てない。たかしさんはこのホームレスになったきっかけっていうのはなんか仕事絡みとか。自分はほら人付き合いが苦手なんですよ。多いっすねそういう人。あ、そうですか。人と関わりたくないから仕事行っちゃうとやっぱり人と接触しなきゃいけないから仕事に行きたくなくなって、で半端でもほら最初はいいんですけどだんだん慣れてくると何人かと揉めるんですよ。そうなるともう居づらくなってでまた出てくる。でいろんな販売を転々とされてたんですね。そうですね。ご家族はどうされてるんですか。もう連絡取ってないから分かんないですね。親御さんだったり、ご兄弟の方とか、分かんないです。今まで結婚はされてたんですか。されてないんです。じゃあ子供はいない状況なんですね。親御さんとまた会いたいなと思わないですか。会わないですね。一回帰ってみようかなとか。もう23回4の時一回帰ったっきりも会ってないです。連絡も取ってない。その23歳の頃帰って会った時はどうだったんですか。本当行きたくないんですけど、姉の結婚式だったんでしょうがなく行ったんです。おじさんはもう一人いたんですよ、その時はね。おじさんと一緒に行ったんですけど本当は行きたくなかった。おじさんというのはたかしさんのおじのおじさんってことですか。父親の弟。その人は横浜にいたんでその人と一緒に行ったんですけど本当は行きたくなかった。なぜですか。親とはあんまり良くなかった。家族とはね。お兄さんともあんまり仲が良くなかった。そうです。じゃあその頃はもうすでにホームレスされてたんですか。いい。あ、普通に18でここ卒業して、はい、一番最初は三菱精工に入ったんです。じゃあ大手に。会社は大きいけど給料は安いです。高校から入ったから。そこで 2,3 年いて、それだとホテル入ってフロントにいて。やっぱりそこでも人付き合いがあまり。そこはみんな辞めちゃったんですよね。仕事がきつかったんですか。仕事は楽なんですよ。給料が安かったとか。給料も安いんですけど仕事は夜勤だから、で客はあそこの吉原にあったから、部屋は一応30ぐらいあるんですけど、25、6個は、ソープランジュの女の子が泊まってるんで帰ってきたら鍵を渡すだけなんです。じゃあ楽な仕事ですね。楽な仕事です。部屋の掃除とかするわけでもなく。部屋の掃除は専門いたんで。じゃあよかったじゃないですか。なんで辞めちゃったんですか。みんな辞めちゃったんですよ。なんでだろう。最初は自分入るときはそのホテルが回転するときだった。で集められた人が78人いたんだけど、2年ぐらいしたらみんな辞めちゃったんで、新しく入ってくる人は後から入ってきたんだけど一応会社の先輩なんでずっと下っ端なんですよ。なるほど。上に上がれないんですね。でももったいないじゃないですか。たかしさんそれそんな楽な仕事。給料安くても楽なの。今思えばね。その子まだ23ぐらいだったから。やっぱそういうところで働いてるとそのソープ場の方たちと仲良くなったりとかはないんですか。それはない。チップもらえたりとか。そういうのはあんまないですね。だって男の間もヤクザだもん。泊まりに来るのはそういう人だもん。そういうことか。ダブルの部屋取ってるんだけど、女の子一人いるんだけど、男の人も来るんだよ。男の人怖いんですよ。ヤクザ。もう見た目ももうモロみたいな。モロな。いやー今日はなんか販売の話だったりいろいろ貴重なお話が聞けました。販売っていうのはなるほどな。でもなぜそんな販売ばっかり選んでたんですか。高橋さん一番最初なんて入ったんだろうな。誰かの紹介とか。警備やってたんですけど、居づらくなって辞めた後に、もう金も何でもなくなって、しょうがなく新聞読んだら、ハンバーのやつが知ったんですよ。何もいらないっていうの。言ったら、なんつうんだろう、住み込みで働けるよみたいな。
お金何もくても、はい、来たらその仕事あるよっていう書いてあったんで、一応やってみたら、行ったら飯も食えるし、はい、制服もくれるし、あ、金かからないって言うから、多いなと思ってやったんだけど、仕事はきついし給料安いだからね。要はいればいるほど、なんつうんだろう、まあ言ったらその上が儲かるような風になってるんですかね。そうなんですよね。要は中にはやっぱりヤクザやってる人もいるからね。あ、上がヤクザでその下が店仕切ってるっていうかね。仕事はきついって言いますけど、どんな仕事させられてたんですか。土木だったり。土木だったり、土掘ったりとか。土掘ったり、あと飛びの手下。ああ、きついっすね。あの足場の解体、怖いよ、あれ上からドーッと落っこち、何も言わねえもん。とか解体とか、あ、じゃあきついことをやらされて。楽な仕事もたまにあるけど、ほとんどはきついです。あ、でもまだ若かったからちょっと待った。うーん、今はもう無理。で、そのタイミング、どのタイミングでもういいや、ホームレスやろうと思ったんですか。35ぐらいですよね。35歳の時に、もうハンバーから飛び出して、ね、その時点ではじゃあもうお金はなかったんですか、全然。辞める時に15万ぐらいあって、はい、それでずっとボラボラしてたんですよ。あ、で新興園に着いたんです。その15万円がなくなって、じゃあもうこれいよいよホームレスやるしかないぞと。そうですね。それでもう一人の組織だったんですよ。あ、で、あのコンビニのやつを教えてもらってただで飯食えるからこれいいなと思ったんだけど、はい、やっぱダメですよね。やっぱりいい時はもう10個ぐらい出てくるんですか、弁当。いや、もっとですよ。もうビュッフェみたいに何でも好きなの食べ放題に。コンビニの弁当が多い時で10個ぐらい出るんですよ。 あとパンとおにぎりと、はい、あと惣菜と、あ、2人で分けても、はい、2食か3食分ぐらいあるんです。もう腹いっぱいですもんね。だから それ毎日だから太っちゃったんじゃないですか。じゃあ飯はホームレスやりながら、まあね、コンビニはもう全部ダメですよ。 うるさいみたいですね今。なんか家族の人がこうやっぱり自分の子供がコンビニで働いてて、で子供がたまに持ってきてくれてたって言ってましたけど、それも今ダメになっちゃったって言ってましたね。ああ、そうですね。高橋さん、このホームレス生活の中で体壊したりとかは大丈夫ですか。一回も、風邪ひいたりとか。だから先ほど裸で病気だって病院行けないからね。あー、そっか。少しの熱出たのも大体10年ぐらいですね、最初の。それからもう熱も出ないし、特に何もないし、うん、高橋さん歯だけ。あ、歯はダメ。歯はちゃんと磨いてるんですか。毎日一応磨いてんだけどダメですね。その先はどういう予定でいるんですか。もうどうなってもいいって感じで。まだだって、まあ60歳になればもしかしたら生活保護が受けられるのかもしれないですね。よく来るんですよ、区役所の人も。はい、相談に来ればなんとかなるっていう。行かないですか。あ、看病あるんですよ。あ、みんな持ってますね、あの、うん、なんとか料ってこう墨田料。昨日一昨日ですよ。あ、昨日ですかね。全部回ったの。高橋さん入っちゃった方がいいっすよ。国土省と区の職員と、はい、あと5、6人来たんですね。でも言ったらなんかホームレスの人たちみんな言うんですけど、結局こういう風にもう5年も10年も住んじゃうと、やっぱり住めば都っていうんですかね、なんかみんな出たがらない人が多いですよね。そうですね。高橋さんもそのうちの一人ですか。そうですね。ああ、あの設置っても多分すぐ出ちゃうと思う。ああ、人の関係とか、やっぱりいじめがすごいとかって言う人もいますもんね。食事あって風呂も一緒でしょ全部。ああ、絶対何か揉めると思うんですよ、普通の会社じゃないですからね。でもなんかこうやって高橋さんと喋ってる感じ、人と喧嘩するようなタイプじゃないですよね。喧嘩はしないけど、コミュニケーションが苦手なんですよ。ああ、そっか。今自分とこうやって話してるのは全然大丈夫ですか。無理してるんですよ。ああ、マジですか。すいません。いや、本当はもう人と話してないですから。ああ、
え、じゃあ自分と今話したのってどれぐらいぶりですか、こうやってまともに話して。この回ってくる人が話してないですよ。あ、そうですか。ね、なんか他のホームレスの方たちとこう世間話とかそういうのもないですか。一人と、2年ぐらい前までは会うとちょこっとこっと話してたんですけど、その人とももう話さなくなっちゃった。あ、すいません高橋さん、なかなかありがとうございました。あの最後にみんなに聞いてるんですけど、高橋さん、あの将来の夢とかって何かありますか。ないです。全然、本当はもうコロッと行きたいんですよ。あ、そうやって言う人も多いですね。コロッと行けばもう何にもないんですからね。今までそういう未遂とかそういうのはないですか。知りたいと何回も思ってるけど、はい、自分ではできないんです。いやいや、もう、多分できないと思うんだよね。絶対やっちゃいけないことですやっぱりどんなに離れてても多分親御さんは、高橋さんのこと俺絶対心配されてると思うんで、考えない日ないと思いますよ多分。だから親より先に死ぬのはもう一番の親不幸ですから。何か食べたいものとかありますか。いいないない、あれ聞きたいんですよ。はい、なんかラジオでやってたんですけど、はい、年金で暮らしてる人いるって言うんですよね。ああ、ホームレスの方でもいますよ。いるんですか。はい、この並びの方もホームレスの人ですけど年金もらってるって言ってましたよ、2人ぐらい。あ、やっぱ普通に働いてたんですかね。おそらく。俺も年金払ってないからってもらえないと思うけど役所の人とかに一回聞いてみた方がいいんじゃないですか。あ、そうですよね。高橋さん、借金とかはあるんですか。ね、ないない。あ、じゃあいいじゃないですか。まだ全然やり直せますよ。もう30何やってるから全然そういうのないんですよ。銀行の口座とかも何もないから。携帯電話作ったりとかそういうのもないんですか。ね、高橋さん、住民票は今どこにあるんですか。もう分かんないですよ。ああ、だからこの前のコロナで前に全員に110万を配ったでしょ。はいはいはい。そう、その区の人がの、はい、紙持ってきて、はい、なんかもらえるようなこと書いてたんだけど、どうやってもらえるのか分かんないから。ああ、そっか。結局もらえなかった。ああ、口座がないともらえない。確かに口座もらえないもんね。口座ないからね、どうやってもらえるのか。クルー取ってないですか。はい、ちゃんとキッチンあるんですけどね。いや、あー、そっか。じゃあ中にコンロもあるし夜はあったかいっすね。あー、ちゃんとこうキッチンがあるんですね。鍋と、はい、カップラーメンばっかり食べてると、あの高橋さん体壊すらしいっすよ。気をつけないと。あー、そうですね。うん、たまにはなんか違うの。自分も健康診断引っかかってカップラーメンは食べちゃダメだって言われたんで。そうですか。はい、あんま良くないらしいですよ。一応うどんとかそば食ってるんですけど、ね、ああ安いんで体壊さないように。はい、わかりました。あと火事には気をつけてくださいね。あ、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。はい、はい、どうも。失礼します。はい。